はい、どうも、ゆっきーです。前回に引き続き、ボダムの、こちら、ダブルウォールグラスというのが、まあ、購入したと。アマゾンで、こちらが、確かセール中だったんで、3000円ぐらいでした。確か。3000円ぐらいなんです。うん。まあ、こっちの方が容量が少ないんで、まあ、安い。で、まあ、ロックグラス用ですね。ウイスキーのロック専用とか、まあ、ロックグラス用ですね。こちらが容量が 200cc です。前回説明したようにですね、こちらの後ろ側に、後ろに、中の気圧を、この、中にある気圧を、空気の気圧を、ここから、出たり入ったりして、まあ、調節するということですよね。うん。ここね。で、水は通さない。だけど、決まりは通す。そういうことです。間違えた、間違えた。決まりは通さないだと、ごめん。普通に素で間違えた。ガードは通す。召喚士も通す。決まりは通さない。ちょっと洗いましょう。あ、ここの、このね、シールがここに貼ってあるんですけど、いらない。で、一つ重要なとことして、やっぱり氷をいきなりそのまま、こう、普通だったら、普通のコップだったら絶対割れねえから氷をバーンって入れんじゃん。こうダーンって。入れたら、速攻で多分ぶっ壊れるらしいです。うん。速攻でぶっ壊れるらしいんで、気をつけた方がいいですよ。だから洗うときもここは滑って、あって滑るから、滑ってガシャーンで終わりです。きついなぁ。まあでも中身が見えるっていうのはかなりでかいファクターですからね。うん。だから前回も言ったように、中身の色が確認できるというより液の中、液体がどれぐらい、目視で確認できるから、圧倒的に、便利ではあるんです。割るなよ。怖いな。これ怖え、これ慎重に扱わないと、マジで滑る。ガラスだから滑るんですよ、めっちゃ。水だと、水が濡れてると確実に、あれするから。じゃあ、ロックということで。ね。じゃじゃじゃーん。ローソンストア100で売っている、超コスパが高い 1.3 キロの108円の氷。これ入れますよ。これを。入れますよ。いいですか？ちょっとあれだな。疲れた。こう、そーっと。そーっと。そーっと、そーっと。こんな感じ。ね。で、やっぱロックといったら、あれですよ。ロックといえば、ウイスキーではない。ね。ロックといえばウイスキーじゃないんですよ。ウイスキーロックで飲むやつは、バカ舌だから。ウイスキーロックで飲むやつはバカ舌ですね。それでうめえとか言ってる、バカ舌。まあでも、バーボンだったらワンチャンは、わかるんですよ。理屈はわかる。バーボンはウイスキーの中で相当甘いですからね。
ロックにしても、ストレートで飲むと甘すぎるから、ロックにして、風味を、風味とか甘さを抑えることによって、ね、っていうのだったらわかるんですよ。まあ、バーボン以外のスコッチとかを、ロックで飲んでる人はね、ただの格好つけですね。ということで、こちら、ボンベイサファイアなんですが、こちら、瓶が、ボンベイサファイアなだけで、実際中に入ってるのはこのビーフィータージンです。40度の、ね、ドライジン。で、まあ、冷凍庫に入れといたんで、これ、トロットロになって、うまいんですよ、これが。だから、ちっちゃいボトルが欲しかったんで、どうせなら、ボンベイサファイアの、俺が一番好きな、ジン。で、いただこうかなと。おい、ちょ、ちょ、ちょ、おい、ちょ、おい。おい、ちょっと待て。ちょっと待て、ちょっと待て。浮いている。失敗したな、これ、最初に。最初にこれ入れるの失敗してる。ああ、これ、うぜえ。いい、飲む。完璧。あ、うん。これよ。これよ、この、これから暑くなってくるから。ね、ジンをトロトロにしてロックで飲むんですよ。これなんだよな、このうまさ。このうまさですよ。ね。ジン嫌いな人はね、まあ、いるとは思うんですけど、ビーフィータージンっていう、こちらですね。まあ、どこでも多分売ってる。スーパーでも 100% 売ってる。これを購入して、冷凍庫の中にこういった、まあ、なんか容器入れて、冷凍庫で絶対凍らないんで、アルコール度数高いと凍らないんで、まあ、アルコール度数40度なんで、まあ凍んないんですよ。38度ぐらいだと凍りますからね。ちなみに。俺実験しましたけど、凍りました。だいたい、ジンは40度か47度、もしくは37度の3通り あって、度数がね。うん。で、ここにあれですよ。ここにさらに、さらに美味しくいただくためにこちら。ね、ライム 100% のコーディアルライムじゃないライム。コーディアルライムっていう甘、いわゆる砂糖を入れてるライムではなく、100%。砂糖とか入ってないやつ。これをちょこっと入れて、これで、カクテルに、ジンライムというカクテルにして、ね。いただきます。で、まあ、結露がしないとか、言われてるんですけど、結露は結構するんですよね。うん。だから、サーモスの真空断熱タンブラーに比べると、やっぱあっちの方が全然結露しないんですよ。無結露ですね。あっちはね、ただ、一つ、あれなのが、ここの、口のあたりは結露するんですよ。あれも。サーモスのタンブラーも。うん、サーモスのタンブラーも、
サーモスのタンブラーも、結露はするんですよ。これがね、サーモスの、こちら。ここにサーモスって書いてあるんですけど、薄くて見えないですね。こちらが 600cc っていう、入るやつなんですが、ここの、わかるかな?この口の、飲み口の部分がこう薄くなってるんですよ。薄くなってて、だからここら辺は結露するんです。ここの周り、ここだけ結露して、ここら辺はもう全然結露しない。だから持つときに、ガラスと違ってやっぱアルミなんで、全然滑んないんですよ。うん。ガラスだとこうはいかない。すげえガラスだと滑るんですけど。だから普通に家飲みの人だったら問題ないですよ。サーモスでの方が逆にいいと思うんです。ただ自分でカクテル作ったりとか、するってなると、だから、見えてればで、ウイスキーのハイボールとか作るとき、これぐらい入れて、で、あと炭酸で割るじゃないですか。だから、それが見えないんですよ。だからそこが見えないから、どれぐらい入れたか目分量でわかんないんで、やっぱり、グラス、透明なグラスじゃないと、だから、ビールとかしか飲まねえとかだったら別にいいんですけど、まあ、逆にあったかい、だから保温効果もあるから。保温効果もあるから。あとこれも、保温効果っていうか、あれです。耐熱ガラスなんで、130度まで耐えられます。で、電子レンジもできます。なので、100度の沸騰したお湯をビャーって入れても、壊れない。ただし、多分、壊れる。今の状態みたいな、こうやって氷入れて、このグラスが冷たい状態で、氷をバーって捨てて、その後にいきなり、沸騰したお湯をビャーって入れたら、多分、温度差の、あれで、多分ぶっ壊れます。急激に温度が、変化すると、物質っていうのは脆くなる性質があるんです。まあ、ドヤ顔で言ってますけども、これ常識だと思いますけど。だから冬とかに、冬とかに、まあ、俺新潟に住んでたから、大体ほら、雪降って、で、まあ、大体マイナス1度とか、俺の住んでるとこはそんなに寒くなかったんで、マイナスになっても1度ぐらいなんですよ。1度か2度ぐらいなんですよ。だからそこに、外に出しておいた、誰か実験してくんねえかな?まあ、100% 多分壊れると思うけど。だから耐熱ガラスってやつを、まあ、コップでも何でもいいけど、130度まで耐えられる。つまり沸騰したお湯では絶対、壊れない。やつを、冷やして、冷凍庫の中に入れといて、で、出してから瞬間的にもういきなり、熱湯ぶっかけたら壊れるか実験誰かやってくんねえかな?俺やんねえわ。まあ、俺やんねえけど。うん。俺やんない。なんでかって。もったいないから。だから、iPod とか、iPod じゃねえ、iPhone とかを、ミキサーに入れてぶっ壊す動画みたいなのあるじゃん。あ、だから、それでペイできるんだったらいいんですよ。再生数ブワーって上がって、ね。うわーって盛り上がったね。それで、収益得られた。それでペイされる。その買った、
ね、iPhone の値段以上に儲かったんなら別にいいですけど。多分確実に俺がやったところで再生数100ぐらいで終わると。再生数100ぐらいで終わるわ。まあでもダイソーに売ってるから、100円で。多分。耐熱。まあだから、まあコストは108円で済むな。うん。そういえば最近YouTube でなんか規制が厳しくなったとかって言って、ねえ、なんか YouTuber がみんな辞めてったとかって言うじゃないですか。だから当たり前でしょ、だって。だってどう考えても、違法な行為をして金稼いでるって、それおかしくない？ねえ。どう考えても違法のさ、やつをさ、動画に上げてさ、でさ、ウェーイとか言って、バカッターみたいなもんよ。それで金稼いでるって、だってそれによって稼いでるっていう時点で、その稼いだってことをみんなが知れるわけじゃん。で、またどんどんその、やろうって、ね、バカみたいなことをする人間が増えるわけですよ。じゃあ誰のせいなのかって。当然本人のせいではありますけど、YouTube 側も一切対処しなかったってことは、YouTube 側も当然悪い。だからそれによって YouTube の、YouTube のイメージが悪くなる。YouTube っていう、動画サイトのイメージダウンになる。結果として、YouTube が、言うなればあれだよね。まあ、なんていうか、こう、金とか稼げなくなる。すべてそいつらのせいではあるんだけども、一応その動画を一切規制してないから、それはお前自業自得だよね、という。どっちも、ねえ。まあ、自業自得ですよね。ほら、結構結露してるんですよ。結構結露するんだわ。まあ、だから、まあ、バカじゃないですかね。やっぱり。だから、バカとかマナーで、マナー守れとか言うけど、あれ、マナーも問題じゃないもんだって。違法行為ですから。違法行為とマナーと勘違いしちゃいけん。ね。例えば、マナー悪いって。まあ、例えば、割り込みしたとか、ね。並んでるやつを、どけっつって、割り込みしたとか、ああいったのはマナーですよね。まあ一応その後多分口論になって、最終的に、まあ、傷害事件になるんで、結果としては多分、犯罪になりますけどね。よく言われてるのはポイ捨てがマナー違反だとか、言うけど、あれだってもう完全にね、ポイ捨てはもう不法投棄ですから。まあ、犯罪ですよね。だから逆に言うとマナーって言ってて、犯罪じゃないことの方が多分ない、相当珍しいですよね。逆に。だから、ペットが犬飼ってて、散歩して、その時に糞を一切処理しなかったってなったら、あれ、じゃあマナーが悪いかっていうと、あれ完全に違法ですか？うん。道路っていうの、歩道とかもそうですけど、あれ全部、国が管理してるわけですからね。そこに不法に投棄してる。つまり不法投棄です。犯罪です。
だからマナーマナー言うてるけど、そもそもマナーっていうのは何って話。本当に便利な言葉だよな、マナーとか言うて。どう考えても犯罪なんだけどな。どう見ても犯罪なんだよな。だから YouTuber が過激なことやってるけど、あれ完全に全部犯罪ですからね。うん。基本すべて犯罪です。うん。まあそれがどんなちっちゃなことであれ、万引き、うまい棒10円のやつをパクって捕まってもそれ万引きですからね。犯罪ですから。だから、事件性とか関係ないですよ。どれだけパクったとかそんな関係ない。値段とは関係ない。もう、罪は罪ですからね。うん。万引きは犯罪ですから。うん。まあいいや。とりあえず、まあ、この話に戻りましょう。やっぱね、ロックってなるとね、やっぱどうしてもこの、結露がやっぱ気になるわ。気になるね。ほら。これ、かなり結露する。前回、なんだ、400cc のやつは、やっぱりそこまで、容量がでかいから、その分、冷えない。から、そんなに、結露なかったんですけど、今回はこれ 200cc ですけど、半分の量だから。うん。それで言ったら、やっぱ、冷たい、体積がやっぱ小さい分、冷たくなるの、まあ当たり前なんで。だから、やっぱ結露がちょっと、まあ、気にはなります。うん。あとは耐久性とかの問題だろうな。耐久性。耐久性の問題でしょうね。どうしようかな。まあ、とりあえず1ヶ月以内とか半年以内に、まあ、割れたとかってなったら、まあ、ちょっと下げまそう。下げましょう。とりあえずまあ4つ星ぐらいで、うん。これ様子を見ましょう。うん。ということでご視聴ありがとうございました。